キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ、ドラフト通信簿ね。今回は、はい、DeNA です。おお、DeNA 行きましょうか。今2位で。はい。ね。頑張ってますから。追い上げすごかったですね。これでクライマックスシリーズね、うん、どう戦ってんのか、うん、まあ、この動画が出るのかいつか分かんないんで ね、 そうですね。どんな試合状況か分かりませんけど、はい、まさかの逆転優勝してますかみたいな ね、 ね、気になるとこですね。じゃあ通信簿ね、はい、まずは2019年、うん、森坂本、はい、伊勢、東、田辺、海老名で浅田、はい、でラミレス監督当時、うん、一番欲しい森が取れた、彼は将来スーパースターになれる存在、2位の坂本、3位の伊勢もチームに貢献してくれると思う、うん、非常に満足しているっていう、うん、いや、この年、加藤さん全体的に見て DeNA が一番いいなんかドラフトだったんじゃないかって言ってましたよね。そうなんですよ、言ってたのよ。だから、雑誌とかね、うん、記事とかでは、はい、DeNA はドラフト戦略ダメやって言われてたんだけども、はい、そのチームの足りないところを補強した戦略としては一番いいドラフトって言ってて、はい、でその中で、まあ、1位森ね、はい、まあ、今年3年目っていうところで、うん、まあまあまだまだだね。そうですね、出だし怪我しちゃったんですよね。そう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 、うん、でもまあいいところを見せてるから、まあ、着実に成長はしてるかなっていうね、はい、高卒3年目、はい、で2位が坂本、はい、ピッチャーね、うん、いやキャンプ見た時よかったんだけどね、はい、もっとやれるかと思ったけども0勝4敗、うん、5.60、まあ、2軍でも4トンス、リリーフで投げてましたよね。そうそうですよ。あ、本当だ、6試合投げてる、はい、でもなもっと頑張るけどなんかパッとしないね。うん、で3位伊勢、もう今、はい、伊勢大明神だから本当になくてはならない存在になっててね、はい、今思ったら3位ね、うん、もっと上で取れたのにね、他の球団、まあね、うん、今となっては、うん、はい、で4位東、うん、まあ、高卒キャッチャーですからね、キャッチャー、うん、2軍で54試合2割4分8厘、うん、まあまあやな、まあいい感じで、いい感じやと思う、はい、こっからやな、まあ、高卒3年目ですから、うん、で田辺、はい、内野手、うん、高卒、これも開成高校から、今シーズン1軍でも4試合違う、ちょっと出てるね、はい、4打数3試合出てます。2軍で2割5分8厘、ホームラン2本、まだ初ヒット出てないみたいです、うん、まあこれからだね、うん、ちょっともうちょっと評価先だね、はい、まだ評価の対象じゃない、はい、海老名、うん、あ、出たね、ちょっと出てます出てます、2割4分7厘、はい、まあまあまあだね、うん、もう早めに頑張らないと他の選手に取られちゃうね、はい、で津田光太、浅田翔太、浅田翔太、名字も名前持ってなかったみたいな、どこ見てたんだろうな浅田です、浅田翔太選手、うん、まだ1軍出場は2軍でも20試合 12.93、うん、ちょっと頑張んなきゃいけないね、はい、まあまあまあ普通だね、うん、普通、あ、でも出てきてる方はいるという、そう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 、で、20年、はい、入江1位、うん、入江は右では一番いい投手、うん、今永東が故障して来年の心配があり先発で使える戦力投手欲しかった、うん、右では一番いい投手、うん、まあ栗林の方が良かったけどねえ、まあ、すごいストレートに言うなと思っていやだってあと伊藤大海の方が良かったけどね、あ、そうか、同じ年か、うん、はい、うん、だって右では一番いい投手って言ってるから、まあでも、うん、まあ、でもね、うん、まあ、一番いいかどうかは分かんないけど俺にはね、はい、でも一番いい成績でないことは分かるね今のところね、うん、はい、そうそうそう、いいフォローだねこっからグーンっていくかもしれないし、そうそうそう、未来のことは誰にも分からないけどね、はい、でもまあこのね2年目の現状で、うん、あの右では一番いい投手とあの吉田顧問は言ってました、はいもうなんかちょっとトゲありました、なんかトゲトゲしいですねそうなんですか、はい、あれおかしいな、まあまあ事実として言ってましたよね、そうそうそう、うん、書いてんだから、はい、そうです、俺が想像で言ってるわけじゃなくて書いてる、はい、ね、で入江真希、うん、松本、小深田、うん、池谷、はい、高田、あ、池谷君なんか袴田さんがめっちゃいいって言ってたよ、高田と、この2人私が DeNA に押したら2人とも入ったんですよねえ、はい、でどうだったん、左ピッチャーで、まあ、ちょっとまだあの2人ともね、ちょっとまだですかね、うん、池谷、はい、53番です、一軍ちょっと投げてるやん、そう、ちょっと投げてるんです、一勝してるやん、はい、そうです、二軍で防御率1点台だよ、はい、これいい決断だね、はい、二軍の防御率1点台はいいね、そうですね、傾向にあるっていうこの里崎チャンネル内で評価の基準として、6試合しか投げてないんですね、うん、まあまあでもね、うん、楽しみだね、はい、で高田でも一軍投げてるよ、あ、
24試合登板 4.23。 え、1軍で20、それファームじゃないですか。2軍だと。そうですよね。まあまあこれからだね、まだ高卒だしね。はい、そうです。で、右の一番いい投手の入江、はい、でも4勝だからね、うん、2.77、はい、今シーズン、はい、だからまあいい傾向にはなってきてるよね、うんうん、だからここからうまくグングンと49試合登板だから、はい、もう50試合だからね、うん、評価の対象としては、はい、いいよね。なんか中盤から出てきたんでしたっけ。そうそうだね、うん、1年目はね4試合登板しかなかったけども、はい、こう2年目にしてね、うん、もう多分50試合登板は行くんちゃうかなっていうね、はい、ところで、いや右で一番いい投手になる可能性あるね。 なる可能性あります。いい感じいい感じ、うん、で牧もう、はい、もう牧だから、はい、なぜ、はい、牧を1位でいかんかったんやっていうね、はい、やただこの年の1位そこみんな結構西武とか牧でよかったんちゃうこの年ソフトバンクとか巻き欲しかったんじゃ。いやーそんな感じします ね野手行ってるから、うん、いたのにね、はい、でも、はい、あの三原球団代表は巻選手はうちの補強ポイントに合う2巡目で獲得できたのは非常にラッキー、うん、非常にスムーズでバランスの取れたドラフトでした。私自身は満足しているっていう、うん、ね、まあ、ほんとラッキーだったんですね残ってて。いやでもこれねもう今やね、うん、球界のマーキーだから、はい、これは大きいね、うんうん、で、松本龍之介、はい、ピッチャー左腕、これでも高卒だもん、横浜高校だもんね、はい、うん、1軍は未登板、2軍あ、投げてない、はい、怪我か、これ怪我だな、完全にプロフィールに登板成績が載ってない。おお、じゃあまだですね怪我だね。小深田大地はまだ1軍の出場なしですね、うん、2軍では2軍2割8分2厘、おお、まあまあ、うん、88試合おお、結構出てるね、出てますね、うん、高卒2年目、うん、がで今年のドラフト、はい、で育成で石川選手投手加藤投手取ってるとね、琴野、はい、まあこれ高卒だからね、はい、まあここからここから、うん、で徳山、はい、相馬2軍で2勝3 5敗、うん、まあまあまだまだだね、はい、即戦力ではないね、ルーキーですから、うん、ちょっと先ピッチャーから見ていこう。あと三浦健治、おさこの間なりましたね、法政、うん、4試合登板、はい、11.37、まあ頑張りましょうだね、はい、深澤大輔2軍で 2.45、うん、でも3試合だからね、はい、まあまあ高卒だしね、うん、野手、はい、相原龍之介140、51試合で1割9分3厘、バッティング頑張りましょう、はいね、はい、まだここからです。あの牧がいるからね、頑張んないとずっと出れなくなっちゃう。まあでも高卒だからね、うんうん、で、梶原浩輝、はい、1軍でもいいところ見せたけどね、2割6分7厘、うん、2軍でも2割6分7厘、うん、ちょっと出てますね、うん、6試合、うん、まあまあだね、うん、でまあ ここはまあまだ評価の対象外だからね、うん、高卒選手結構高卒が多かったですかね今年の。そうだね、うん、半々、まあ、ほぼほぼ決まってるしね、はい、で森とかも3年目で出てきたっていうのもあるしね、うん、はい、で牧いて伊勢いて、うん、何人ですかじゃあ今こう一軍での活躍というので言うと、まあ、絶対外せないで言うと伊勢と牧、はい、うん、じゃない。でも入江も出てるし森ね、うん、入江森で4人ぐらいはこう一軍選手、まあ、そうだねそうだね、うんうん、でまああと高卒も多いしね、はい、そういった意味ではじゃあランクを、うん、はい、決まりましたか。はい、はい、A です。おお、来ました。やっぱだってさ、はい、3年のドラフトで2人球界トップクラスいるって大きくない。あ、まあそうですね、やっぱ伊勢と牧、はい、これはもう球界トップクラスじゃん、うん、その球界のこの3年間のドラフトの中でこれを5人も6人も無理よ、はい、でしかももし1年に1人スーパースターいたらこれはもうすごいことだけど、はい、その中で2人、うん、ベイスターズのレギュラーじゃなくて球界のトップクラスがいるっていうのは、はい、もう A だね。おお、このね、うん、国用ね、はい、2019年ドラフト、うん、国用してたあなた見てみろ伊勢いるやないか、はい、まあ、1年に1人出してるっていうね。いや 1人で出たらすごいよ、はい、だって球界を代表するだからね、はい、だから侍ジャパン入らないとしても、うん、入る可能性があるかも選手が、はい、3年のうちに1人いるって、うん、しかも去年はねだから2年目3年目の選手がいるって着実に成長もしてきてるからいいじゃんね、はい、で、あの去年、今年1年目の選手たちはまあまあ、いたらラッキーだからね、はい、そういった意味では、まあ、入江投手もいい感じで出てきてはいますからね。そう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 、だからもう、うん、A だね。おー、
これは、はい、でこれでもし森がね、うん、なってきたらすごい ね、はい、そうですね4年目5年目で、うん、これはやっぱり DeNA いいドラフトだったね、うん、そうかもしれないですね。坂本選手もこれからまだまだね、うん、そう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 、でしかもやっぱかえ、うん、ね、下の順位の選手も頑張ってるからね、はい、そういったところではいいんじゃないでしょうか、うん、はい、はい